コーヒーさくらの大西です。今日はドリップバッグコーヒー、こちらの、ご紹介をしたいと思います。こちらの日本人が発明したコーヒーの入れ方で、コーヒーの粉とフィルターが、セットになって、こういう個包装されておりまして、いつでも美味しくコーヒーを飲むことができます。以前はこの個包装をする際にやっぱりこうコーヒーなので酸化をしてしまうのでまずくなってしまったんですけども、最近は、こう脱酸素の技術が非常にこう発達したというか、しっかりできるようになりまして、まあ窒素を入れるわけなんですけども、美味しさが、長く持ちます。賞味期限約1年というふうになっておりますけども、こちらを、当店ではまあいろいろ販売しております。こちらの愛知県瀬戸市のロゴマークが入ったドリップバッグコーヒーで、こちらがまあ王将、まあ愛知県瀬戸市、最近有名な棋士の方がまあ藤井聡太くんがいらっしゃるので、とても有名になってるんですけども、まあこういうお土産品としてまあいろいろ取り揃えております。こちらは愛知県の瀬戸市の観光協会のキャラクターの瀬戸ちゃんといって、のぶみさんという方、絵本作家の方が描かれたデザインです。でそれ以外に当店の、まあ、コーヒーとして、まあ、一番メインの桜ブレンドコーヒーとか、ブラジルコーヒーとモカとか、まあ、いろいろ取り揃えております。最近だとカフェインレスコーヒーも、発売をいたしました。で、あとまた他にですね、今どうする家康ってやってまして、まあ、それ用の、まあ、ドリップバッグコーヒーを作っておりますけども、それと別に OEM でいろいろ作らせていただいております。著作権の関係であまりこういろいろあるんですけども、お見せすることができなくて、ちょっと差し障りのないところで、まあ、例えばこういうものとかですね、こういうものとか、あとこれも差し障りないんですけど、これ麻生さんのこう麻生さんのデザインをしたものとか、作っております。あと他にですね、まあ本当に著作権があるので、まあお見せできないものもいっぱいあるんですけども、OEM で作らせていただくことはできます。で今まで1000個単位でしかできなかったんですけども、でちょっと納期もですね結構長かったんですけど、最近になりまして、小ロットっていうか、まあ一応300個単位でオリジナルで、ドリップバッグを作るようにできるようになりましたので、ご案内をさせていただきます。単色になります。フルカラーはできなくて、まあ、単色で片面だけの、まあ、デザインで、裏面には販売者としてお名前を入れることができますけども、まあ、片面だけの、色がですね、ツヤありの、ホワイトと、これちょっとツヤなしなんですけども、実際はツヤありのブラックのフィルムを使うことができまして、色は、まあ、黒とか白とか、まあ、赤とか金とか銀っていうのはどんな感じかというとですね、ちょっとこれ別のデザイン、これ金色ですね、金色のものだとか、まあこれが銀色、これちょっとあれですね、これ銀色のインクを、使って、オリジナルでデザインをすることができます。だいたいですね、納期としては2週間前後を見ていただければいいと思うんですけども、年末年始はちょっとですね厳しいかもしれませんけども、まあ、デザインが完成してから、まあ、2週間ぐらいで、オリジナルのドリップバッグコーヒーを作ることができます。ただ1種類について300個なので、もし2種類作ろうと思うと、まあ、300の、まあ、600個に合計になってしまいます。で価格は300個で4万円ぐらいで、作ることができます。まあ、色とかですね、フィルム、色によってもちょっと価格が変わりますし、もしデザインがなしで無地ということであれば、もう少しお安くすることもできます。具体的なリンクはこの辺にある
あると思いますので、そちらを具体的には見ていただければと思います。でコーヒーの種類は一応桜ブレンドコーヒーとかを、まあ、想定はしているんですけども、まあ、ご相談に応じてあのいろいろなコーヒーを使うことができますので、もしあのオリジナルで作りたいという方がいらっしゃれば、お問い合わせいただければと思います。お問い合わせいただくか、まあ、こちらの方のサイトからご注文をいただければと思います。であの単品でこれあのお渡しすることになるので、まあ、バラでお渡しするんですけども、例えば、まあ、こんな感じ、こんな感じでですね、セットで、にすることができます。この、あのケースが割とちょっと高くて、ちょっといくらだったかちょっと忘れましたが、ちょっと高いんですね。でもこういうあのクリアのケースが販売、巷に販売されてますし、まあ、当店にでご相談いただければ、まあ、当店で使っているものであればお分けすることはできます。で例えばこれあの当店でこう お土産品として販売してるんですけども、こんな感じで、まあ、こういうのもですね、あのご相談に応じて作らせていただくことができます。まあ、単純にもう本当にこういうケースで販売するだけであれば、まあ、既製品でこういうクリアボックスが売ってますので、こちらに入れて、販売していただくと、例えばこれの場合だと6個入りなので300個作ってもですね、50セットしかできないですね。5、6、3、そうそう、50個ぐらいになるんですけども、まあ、こういう形で、販売とか、まあ、福利厚生とか何かイベント品とかそういうのにもご利用いただけますので、もし、必要であれば、まあ、こちらにご注文いただくか、お問い合わせいただければと思います。お問い合わせ先のメールアドレスは概要欄に貼っておきます。あとご質問がございましたらコメント欄の方にいただければと思います。今日はのドリップバッグコーヒーの、オリジナルの、ドリップバッグコーヒーを作ることができますよというご案内をさせていただきました。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。